こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M、E ですね。ライカ M 型の、系譜を受け継ぐ、レンジファインダーデジタルカメラボディ、ライカ M、E ですね。はい。センサーはですね、CCD の、フルサイズの、ものが搭載されております。で、この CCD なんですけれども、一部の、ロットでですね、コーティングの剥離ですね、が、現象が発生することが分かりまして、ライカの方にですね、依頼すると、まあ、剥離が出ましたというふうにですね、言うと無償で交換してくれたんですけれども、この個体もですね、コーティングが剥離しない新型の CCD に、先日交換して戻ってきたばかりの ME になっております。はい。ライカ ME ですけれどもね、中身はほぼほぼ MQ と同じだと思っていただいていいですね。このフレームセレクターとかですね、あれですね、パソコンとつなぐ、コネクタですねが、ちょっと省略されていたりとかですね、しますので廉価版のような、イメージ MQ の廉価版のような、イメージで捉えられたりもしているんですけれども、一番の特徴はですねこのカラーですね、このカラーリングが、ちょっとブルーがかったグレーで、とても、特徴のあるカラーリングですね、この色がですねアンサラサイドグレーというグレーですね。レンズ、シルバーのレンズと、黒のレンズがライカにはあるんですけれども、その両方の色とですね、相性がよくですね、お使いいただけるということで、人気のボディになっているんですね。はい。ということで、このカラーがですね、なかなか女性にも人気の高いモデルですね。はい。他にはですね、まあ、こんなとこですね。はい。この個体の外観から見ていきますけれども、外観も綺麗ですね。ですね、こういう角っことかにですね、スレとか当たりなどもないですね。ご覧の通りですね。全体的にこう軍艦部見ていただいてもですね、スレ、当たり、凹みといったものは全く見当たらないですね。液晶にはですね、ご覧の通り、このフィルムが、前のオーナーさんによってですね、貼られておりますので、このフィルムがですね、ちょっと嫌だなという場合は、貼り替えていただけましたらと思いますね。はい。まあ、ベルトのバックルとかに当てて傷つけたったりしないので、このままお使いいただいてもいいとは思いますね。はい。で、底の部分もですね、この保護用のフィルムが貼られたままで、もちろん、擦れ当たり凹みとか落下した跡など、ないですね。はい。で、貼り側がですね、今回は CCD 交換と同時に貼り替えていただいております。というかですね、この貼り側剥がさないと、分解して CCD が交換できないということで、新品の貼り側と交換していただいております。だからもうピカピカの外観と思っていただいていいですね。はい。で、もちろんですね、CCD 交換時に、全ての動作確認をですね、ライカさんの方でしていただいてますので、内部の動作、全く問題はありません。何枚か試写もしてみましたけども、もちろん、全く問題はなかったですね。ファインダーとかもですね、曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリ混入ももちろんないですね。で、二重像もくっきりはっきりと見えておりまして、縦ずれもなくですね、ピント合わせ、フレーミングともに全く問題のない状態です。カードは入れたいんですけどね。ですね。あ、メニューがまだ英語のままでしたね。ですね。とても直感的に使いやすいメニューになってますね。ですね。ランゲージが今英語になってますけども、これを、はい、ジャパニーズに、はい、日本語ですね。すると、はい、直感的にですね、使いやすいメニューになっております。今ちょっと見えましたけれども、バージョンもですね、ファームウェアも最新のに上がっているはずですね。はい。ということで、はい。内部の動作、外観ともにですね、完璧なライカ ME ですね。一応中古品になりますので、新品同様とまでは言いませんけれども、だいぶ備品プラスの、レベルになっていると思いますね。はい。でもって付属品ですけれども、ご覧の通りボディキャップと、
バッテリーですね。バッテリーは中に入ってますね。バッテリーはこちらですね。はい、これは M9、M8 と、共通のものが使えますね。はい、今回は、カードはつきませんので、別途お求めください。はい、でこれバッテリーのチャージャーですね。バッテリーのチャージャー用の、ケーブル類ですね。はい、日本国内のものとヨーロッパのものと、あとは、こちらのシガーソケットですね。はい、それと、はい、こちらがですね、未使用未開封の、ライカストラップですね。はい、あとはこちらの中の箱ですね。中箱が、こちら両面にですね、ウレタンが入っておりますので、こうすっぽりと収めてですね、ショックとかですね、与えずに、はい、お届けすることができます。でもってあとはこちらの、英語ドイツ語と、はい、そういった日本語のですね、取扱説明書がついております。直感的に使いやすいメニューになっておりますので、マニュアルと首引きになることはないと思いますけれども、参考までにですね、パラパラと見ていただけましたらと思いますね。はい、で最後にですね、こちらの、はい、外箱ですね。はい、こちらのライカ ME の、元箱がついております。こちらの元箱もですね、傷んだり潰れたりとかで切れたりしないで、で綺麗な状態です。はい、でもってですね、こちらのシリアルも一致してますので、元のライカ ME と全く、はい、正真正銘の元箱ということができますね。はい、はい、ということでですね、元箱一式済み、そんでもって、CD 交換済みのですね、ライカ ME、とてもいい状態の備品になりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。